どうもこんにちは、ドンコメです。それでは早速ですが、すでに発表された各鉄道会社の決算について簡単に解説とまとめをしていきたいと思います。JR 東海です。売上高がプラス 49.7%。去年は519億の赤字だったんですが、2194億と完全に取り戻しています。キャッシュフローに関しても営業で4867億、投資と財務合わせると営業キャッシュフローよりも小さい数字なのでキャッシュは増えている状況です。良好ですね。配当が年間135円になりました。プラス5円になった形ですね。増配ってやつです。ポジティブサプライズ、増配はいいことです。来年の予想は、売上、営業利益、経常利益、純利益も1割以上、増収増益すると見込んでいるようです。ああ、ほんと、JR 東海が黒字にならなかったら、どの鉄道会社でもあって、黒字になるわけないっていうふうには思ってましたけれども、やはり一番いい成績出してるんじゃないかなと思います。セグメント別の状況です。運輸業、セグメント利益が3385億円。今回の利益の大半を占めてます。で、流通も不動産業、その他に関しても黒字で、もうバッチリですね。JR 東日本行きます。売上高が、去年より 21% 増収です。いずれの利益も去年は赤字だったので、今年はプラス転換となっております。先ほどの JR 東海と違って、純利益以外は去年の赤字を下回っているので、ちょっとあんまり取り返せてないような状況ですね。営業キャッシュフローが5817億円で、投資に5655億円も使ってしまってると。ちょっと詳しく見てみましょうか。まあ、めちゃくちゃ返してる。めちゃくちゃ借りてるから、こう差し引きすると、まあ、268億円だけ増えたみたいになってる感じですね。まあ、かなり返済が増えてますね。まだまだ結構続くんで、その辺の現金調達がまだまだちょっと必要になるんじゃないかなって気がします。とは言っても、まあ、そこまで逼迫した資金状況ではないかなと。JR 東日本は今年に関しては増配はしませんでした。その代わり来年、110円に増配するつもりらしいです。重要なのはここですね。運輸事業、マイナス240億の赤字です。全体の利益では黒字にはなっていますが、鉄道はまだ赤字のままです。不動産、ホテル事業で、1115億円の黒字があったので、それでなんとかカバーできていますが、肝心の本業である運輸業はまだ赤字なので、まだ不安が残るといった状況です。続いてまいりましょう。相鉄です。相鉄も増収増益ですね。まあ、特に利益面に関してはかなり大きくなってます。キャッシュフローは、投資もかなり使ってるんですけど、健全な状況ですね。配当は事前の予想通りですね。25円、来年は30円に増配する予定と書かれています。運輸業はちょっとマイナスだったんですよね。プラマイゼロの領域まで来てるので、もう心配はないんじゃないかと思います。ホテルがちょっと赤字大きいですね。まあ、これらの赤字も不動産業162億円の利益でカバーできているという状況です。まあ、構造としてはほとんど JR 東日本と同じなんですけれど、相鉄の場合ホテルですかね。会社の規模の割にたくさんのホテル持ってるので、多少整理したりするのかもしれませんね。これから稼ぐっていう作戦ならばそのままかもしれません。続いていきます。東武鉄道です。こちらも増収増益です。配当は今回30円に増配しました。5円増配です。第2四半期の時に記念配当があったんですね。5円分。それが、含まれて30円ということになったようです。で、東武の場合はちょっと予想が悲観的なんですよね。数期では来年は
減収減益を見込んでいるようです。キャッシュフローに関しては、営業キャッシュフロー1011億、まあ全然余裕ありますね。現金は増えてます。セグメント別の状況です。運輸はこちらは黒字になってますね。他のセグメントもしっかり黒字になっております。状況としては結構いいと思うんですけれどね、ちょっと弱気に見てはいるのはちょっと気になりますね。続いて小田急です。小田急も増収増益です。配当は年間10円の予想だったんですけれど21円に倍増ですね。増配しました。キャッシュフロー、営業キャッシュフロー629億円、投資活動プラスなので何かは、あ、そうか、売却がありましたね。ホテルとかの売却があったらその分がプラスになってるようです。347億のプラス。財務活動キャッシュフローがマイナス510億と結構大きかったんで、営業活動のキャッシュフローだけじゃ足りないという状況だったんだと思います。まあ、そういうわけで、まあ、ホテルとかの売却もやらざるを得なかった、そういう状況だったと思います。まあ、現金自体は増えてはいますね。通期では増収増益を予想してるんですけれども、上半期については減収増益を見込んでるようです。ということは合理化を進めるのかな、ちょっと収入は落ちると予想しているようです。セグメント別の状況です。運輸は黒字になっています。まあ、その他で赤字はありますけれど、まあ、こちらも不動産の利益が大きいので、全然カバーできていますね。主要の3セグメントは黒字となっております。はい、続いてです。京成になります。京成も増収増益です。京成の場合は黒字転換ですね。去年は利益類赤字でした。営業キャッシュフロー、営業が472億円、投資がマイナス295億、財務活動マイナス209億、まあ、合わせるとちょっと営業キャッシュフローよりもはみ出ちゃってるんですけれど、まあこの程度ならまだなんとかっていうところでしょうか。配当に関しては増配してますね。去年と同じ予想だったはずなんですけど、3円年間3円で配営増配しています。業績予想はかなり強気の予想出してますね。増収増益を見込んでいます。特に2割以上増収すると見込んでいて、営業利益に関しても 142.5%、まあ、倍以上増えると予想しているようです。まあ確かに国際線需要がまた復活していれば当然売上もぐんぐん増えるでしょう。そこはやっぱ成田空港を要する形成の強みでしょう。運輸に関しては黒字なんですけれど、あんまりまだ大きくないんですね。今年が小さかったからこそ来年はもっと大きい数字になると見込んでいるようですね。セグメントは5つあるんですけれど、流通とレジャーサービスが赤字になっていました。こちらも一番利益が大きかったのは不動産業ですね。97億円の黒字で他の赤字を補填しているという状況です。続いて JR 西日本です。増収増益となりました。ただ利益類、去年の赤字よりもちょっとまだ小さいですね。営業利益も去年は1190億の赤字だったんですが、今年は839億円、まあ、以下、そうですね、ちょっとまだ足りてないという状況です。営業キャッシュフローが2739億円に対し、ちょっとやっぱりキャッシュが不足してる感じです。まあそんな状況でも配当に関して去年が100円だったのに対し、今年は125円とかなり出してます。頑張ってます。増配です。来年の予想なんですが、増収増益予想でありつつも純利益に関してはかなり大きなマイナス予想になってますね。特別利益に工事負担金等受け入れ額っていうのがあって、659億円とかなり大きいですね。
まあでも工事負担金と圧縮額で634億円もあるから実質そんなに増えてないか。となるとやっぱりこの固定資産売却益72億円の方が結構影響あったのかな。まあそういうのが来年はないだろうということで、純利益は少し今年よりも少ないと見ているようです。全部黒字なんですけど、この3つのセグメントを4つに再編するそうです。まあ新しい、分け方でもセグメント全て黒字になっております。では最後に南海です。南海は去年の時点ですでに黒字だったんですが、それでも増収増益をちゃんと出しております。営業キャッシュフロー390億円に対しほぼぴったりぐらいですかね、ちょっと不足してるぐらいか。配当は去年と同じで25円、来年も同じ額を出せるという予想のようです。で来年の DA 業績予想は上半期は純利益がちょっとマイナスになると予想してるみたいですが、通期では1割以上の増収増益を見込んでいるようです。純利益に関しては 24.5% 増、結構強気な予想を出しています。主要5つのセグメント全てが黒字です。運輸業も黒字を出しております。とまあそんな感じで各社ともいろいろ状況は違うんですけれど、全体的に増収増益の黒字を出せているようです。運輸本業の運輸が赤字だったのは相鉄と JR 東日本だけですかね、今のところ。まあ後半5月になったらまた決算続々出てきますので、その都度扱っていきたいと思います。次の決算は5月9日の JR 九州の発表ですね。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。